山信代さん人気アニメ、ドラえもんで現在、静香ちゃん役を務める声優、かかずゆみ、51が12日までに、自身のインスタグラムを更新。9月29日に90歳で死去した、初代、ドラえもんを務めた、声優、大山信代さんを偲び、大山さんと自身の意外なつながりを明かした。かかずは、大山さんの訃報を受け、事務所を通して出させていただいたコメントが、芸能関連のメディアに掲載されましたが、文章が長く書けるこちらでは、ちょっとした大山さんとのエピソードを、と前置きし、私がまだ20代前半の頃とある番組の再現ドラマで、実は私、大山信代さん役をさせていただいたことがあるのです、と役者時代のエピソードを告白。かかずゆみ、当時、まだご本人にお会いしたことがなかったので演出の方とやり取りする中、大山信代さんをイメージしながら演じていましたと、当時の写真を掲載し、なかなか公に出す理由もタイミングもないまま私の思い出として、我が家に眠っていましたが後に、ドラえもんという作品を引き継ぐ一人となる私と大山信代さんの不思議なご縁があったことこの機会に打ち明けさせてくださいと綴った。また、その後、大山さんにお会いできる機会に恵まれ再現ドラマで演じさせていただいたことをお伝えすると、私あんなにガニ股で歩かないわよなんて笑って、ダメ出しをされたのでしたと振り返り、あの時の短い談笑を私にとっては、かけがえのないひととき素敵な思い出として残っていますと、回顧。この投稿を、インスタグラムで見るかかずゆみ、ゆみかかずがシェアした、投稿最後に、世界中で愛される、ドラえもんという作品バトンを受け継いだ一人として、次の世代にもしっかり愛し続けてもらえるよう、F 先生の魂と先代の皆様が込めてきた愛を、しっかりと受け止めつつ、これからも、精一杯努めてまいります。と誓いを立て、多くの人に夢を与えてくださった人生素敵でした。ありがとうございましたと追悼した。